パーベル・グリゴリエヴィチ・チェスノコフは、ロシア及び、ソ連の作曲家。この他に合唱指揮者や音楽教師としても、有能であった。ラテン文字表記は地域によってまちまちであり、フランス式には、チェスナコブ、ドイツ式には、パウエル・チゼナカオなどの綴りも見られる。カタカナでは他に、パベル・チェスノコフとも表記される。モスクワシノド学校を20年にわたって学んだ後、作曲を、 セルゲイ・タネエフトミハイル・イッポリトフ・イワノフに指示。モスクワ音楽院でセルゲイ・ワシレンコに指示して自由作曲を習得しようとする頃には、すでに作曲家として格好たる名声を博していた。その後は出身校の宗教学校で25年にわたって合唱の指導を行い、その後はモスクワ音楽院で教壇に立った。チスノコフは、 伝統的な豊かな火星構造と重低音の用法を取り入れた。生涯にわたって合唱曲の作曲を行った。共産党の一党独裁体制が始まるまでは、カスタルスキーやアルハンゲルスキーと並んで、ロシア正教会の重要な作曲家であった。ロシア革命後、宗教はアヘンであると政府の公式発表があったり、作曲家にかけるものがより大きく統制されてから、 教会音楽家は、宗教音楽に携わる限り、自分自身や身内に弾圧が及ぶ恐れを懸念せざるを得なかった。このためチェスのコフは、音楽活動と家族の生命を守るために、二度とそれ以上の宗教曲を作曲することはなかった。これ以降は、世俗の合唱曲の創作に転じ、生活のために、ソ連政府のプロパガンダ楽曲のようなものも手がけた。 ソ連時代の末期に共産党の威力が衰え、ロシア正教会が再び力を盛り返すと、ジスの古墳の成果も復活を遂げた。ありがとうございます。